クロスカディアは、富士見ファンタジア文庫から観光されている、神坂はじめのライトノベル作品である。イラストは、谷口義孝。ヒュームの街で一人学生生活を送る青年、シンドレッド・カイラム。ある日、真の前に突然現れた、自称悪人の少女、名が彼の平穏な日々を狂わせる。初めて会ったその晩、彼らは、恐ろしい悪魔のような黒い影に襲われる。 恐怖のため硬直するシン。胸を貫かれ瀕死の状態になる命。満月の夜に緊張と衝撃が走る。その次の日、昨晩の出来事に悪魔に対する恐怖と自分への不甲斐なさから武器を持つシン。そこに現れた第二の変人、自称リワーダのラフラリーフラ。彼女の登場がシンに新たな悩みを増やすのであった。だんだんと増えていく変な仲間たち。 さらに激しくなる戦闘。そしてついには、現れる、迷う族たちの攻撃に応戦しつつ、なりゆきで大陸を越えるシン。ヒュームの街であった、不思議なドラグノが明かす衝撃の事実。いつしか変異する彼の人生は、とんでもない方向に世界に向かわせていた。 クロスカディアがツめグルの来訪者たち ISBN48 億2911万3928カゲめぐる地の開口者たち ISBN4 億8291万 1424X 風ゼる地ルの放浪者たち ISBN48 億2911万4681 風騒ぐ地の逃亡者たち ISBN48 億2911万5661、かつ眠りる地の反逆者たち ISBN48 億2911万6307世、めぐる地の訪問者たち ISBN48 億2911万6897。ありがとうございます。